踊り手たちの熱気に街が包まれた。24日に開幕した第65回東京公演寺阿波踊り、NPO 法人東京公演寺阿波踊り振興協会など主催、読売新聞東京本社など公演。今年は阿波踊りを初めて体験する外国人の姿も見られた。本大会が始まる午後5時の1時間ほど前、公演寺氷川神社に中国やイタリア、 インドなどさまざまな国籍の観光客が集まった。同協会が初めて企画した阿波踊りが体験できる特別観覧ツアーの参加者だ。阿波踊りの歴史を英語で学んだ後、特製のピンク色のハッピに鉢巻きを身につけると、自分たちの姿を興味深そうに撮影していた。徳島県の大学生から阿波踊りのレクチャーを受け、やっとさーの掛け声も習得。本番に備えた。 本大会が始まると、地元、公園寺や全国各地から集まった踊り手が華麗な踊りを披露。笛や太鼓が奏でるお囃子が鳴り響く。観客から拍手や掛け声が飛ぶと、踊り手は弾ける笑顔でいられていた。家族で訪れた杉並区の会社員34は、迫力がすごくて子供も踊っていた、と楽しんでいた。外国人の体験者たちも台湾連に混ざって登場。 少々おぼつかなくても、みんな笑顔で一生懸命踊っていた。夫婦で参加したフィンランド人のラウラヘイカラさん32は、とてもエネルギッシュ。大勢の前で踊れてワクワクした、と興奮した。同協会の富澤武之事務局長は、手を挙げて、足を運べば泡踊り。どよめきの中に身を置く体験を味わって欲しかった、と満足げ。 65回目を迎えた東京の夏の風物詩は国際色豊かな文化に育っているようだ。